健康づくりの意識向上などを目的とした、健康づくりライブトーク2017、食べて、動いて、絶好調。元気の源、食と腸内フローラ、県保健医療福祉事業団主催、共済琉球新報共済、が26日午後、那覇市のロワジールホテル那覇で開かれ、二人の講師が、野菜、と、腸内環境の大切さについて説いた。料理研究家の浜内千波さんは、野菜をきちんと食べていれば健康になり、整腸剤などの薬も不要になる、とした上で、栄養ある野菜の種類や食べ方などを話した。医科学研究所の弁野よしみさんは自身の腸研究から、腸年齢の老化に伴い肌や脳にも影響が出る、と指摘。腸を若返らせるために、1、食生活、2、適度な運動、3、ストレ解消を上げ、腸内環境が良くなると健康、長生きにもつながる、と語った。琉球新報電子版。